こんにちは。今日いただいたお題は、成功するために一番大切なことっていう、ことをいただきました。私が思う成功するために一番大切なことっていうのは、切り替え力かなと思ってます。いろんなことがあったときに、こういう展開っていうのが、まあ、いいこと悪いこといろいろとあるわけですけど、そこでの即断力、あるいは、いろんなことに突っ込んでいける能力、チャンスを逃すっていうのは、そういったところできちんとチャンスをつかめないからだと思いますので、そういった面では切り替え力が、成功するためには私は一番大切なのかなというふうに思っています。もちろんコネだとかいろんなものもあるかもしれませんけども、自分で切り開いていくっていうところがやっぱり一番大切ですので、そういった面では成功するために一番大切なこと、まあ、自分が言うのは、まあ、自分が成功しているわけではないですから、いつまで経ってもそういったところの欲望は持っていたいと思いますし、成功するっていうところでは一番大切なのは、僕は切り替えていく力が大切なのかなというふうに思っています。本日は以上です。